中に一人眠れずに、テレビだけつけたままにしたんだ。砂嵐に変わる時まで、まるでそう世界で僕一人が取り残されたような気分になった。世界で僕一人だけが、焦っちゃいないよ、わかってんだよ、やりたいことを見つかんないだけ。それでも輝ける瞬間をきっと見つける。希望の鐘を鳴らそう、世界を揺るがそこで、希望の鐘を鳴らそう、さあ君の思うやり方で。またもう余計なお世話だよな。でも確かに素直じゃないのかも。うまく気持ち言い表せないのもなんだか損してる気